まだ揺れてる。まだ揺れてます。これかなり揺れましたけど大丈夫ですかね、ビル的には。ビル的には7まで揺れなんですよ。大丈夫ですか。今のは震度3なんで。あ、いや、5に経験されてました。あれ結構揺れてましたよ、ボックス4階ですけど。経験されてました、5に。じゃあ別に一応ね、7までは平気ですけど、はあ、でも潰されたら終わりですよ、もう。ですよね、だって今、ゴーンってきてこう来ましたからね。これ長かったもん。じゃあ今ちょっと出ておいた方がいいですかね、ここ。今なんか着替えてる時も来たんですよ、ちょっとグラグラグラって。いや、そんなことやってる、危ないんですよ、ほんと。あ、逆に帰ってこっちの安全なんですよ。こっちの生で引きたんで、一応はね。だからよくね、出る人いるじゃないですか。なんか物が降ってきたりとかね。物が降ってきたり、なんかされて、みんなそれで殺されてやっちゃうんですよ。ああ。逆に、でも震度何になっちゃったらもう無理ですけど。まあ。それだったら一応まあ外出るような準備しておいて。それで、あとはもう、それでもう逆らうっていうか、下がらないようにするしかないですよね。そうですよね、しばらく続きとけられていますもんね。でまたまた余震が来るんで、逆に外出るより中にいた方が安全だと思いますね。そうですね。あと 5とか6ぐらいでしたらね、7になると潰れますんでね。7はでかいですよね。もうだから2時間と一緒で潰れたらもう、まあね、まあそこまで行っちゃうとね、5人中で必要なんですけど、ほらね、一応ほらね、こうそういうわけにいかないんで、いろいろ ね、やっぱり知事しなきゃいけない立場なんで、お客さん誘導とかそういうのありますんでね、おらんが潰されちゃったらもう終わりなんで、やっぱりある程度処置は取らないとね。そうですね、荷物ぐらい整理しておきます。そうですね、もうすぐ、で、ドアをね、開けるのがいいですよ。あ、すぐ出れるよね。そうそうそう、オッケーオッケー。それがね、ぐさっと来ると、ドアが傾いたら出れないんですよ。あ、そこそこ、開けといた方がいい。開けといた方がいいです。オッケーです。すぐ出れるよね。じゃあ今、傾いた方がいいね。オッケーです。どうも。詳しい状況を調べています。お、東京消防庁によりますと、東京江東区の、東京江東区で火災が発生したという情報が入っています。さっきからまだちょこちょこっと揺れてます。この地震の影響で東京江東区の住宅から火が出ているとか、東京中野区の住宅が倒壊しているという情報が入っていることで、詳しい状況を調べています。かなりのスピードです。もう荷物整理しておきました、念のためね、すぐに出れるように。
荷物整理しておきました。ドアが地震の影響で曲がって開かない時があるそうなんで、今開けて出れるようになってます。いざ作るのためにですね。国会では地震の発生時に総理と全ての閣僚が出席して参議院決算委員会が開かれていましたが、すぐに打ち切られました。民主党は今日午後3時過ぎ緊急地震対策本部を設置しました。岡田幹事長ら役員は政府と緊密に連絡を取りながら情報の収集などの対応に全力を挙げる方針を確認しました。まず冒頭総理から表明お願いします。三陸沖でマグニチュード 7.9 の大きな地震が発生いたしました。国民の皆さんにはぜひ落ち着いて行動をするようお願い申し上げます。特に海岸近くにおられる方は津波に警戒をされて高台の方に避難をされるようぜひ行動をとってください。またこういう時こそ助け合いの精神を発揮して被害が最小限に食い止められるよう一人一人の皆さん、そうした気持ちで行動されるようお願いを申し上げます。政府としても先ほど第1回目の緊急災害対策本部を地下の危機管理センターで開き、今2度目の会議を本部を開催をいたします。すでに自衛隊には関係方面に出動をいただき、あるいは消防庁、ご警察にも行動を始めていただいております。政府としてできる限り被害を最小限にとどめるよう全力を挙げて全身全霊力を合わせて頑張ってまいりますので、どうか国民の皆さんにも助け合いの気持ちを持って冷静にそして迅速に行動し、ご本人、家族、ご近所みんなが助け合って被害を最小限にするような行動を取ってくださることを重ねてお願いを申し上げ、この本部としての冒頭の挨拶といたします。よろしくお願いいたします。まず最初に大変高い津波が観測されています。引き続き津波が襲ってきますので、津波警報が出ている地域では厳重に警戒してください。避難されている方は避難を続けてください。また津波は繰り返し襲ってきます。ですから避難を続けてください。それからまだ津波が到達してない地域についても今後大きな津波が到達する可能性がありますので、厳重に警戒してください。それから津波注意報が出ている地域についても海岸に近づかないようにしてください。非常に強い揺れが広範囲で観測されています。家屋の倒壊などの被害が出ていますけれども、引き続き揺れの強かった地域では土砂災害や家屋の倒壊などの危険がありますので、余震による強い揺れに引き続き警戒してください。マグニチュードは8.8 に暫定値を修正しました。単純には比較できませんけれども、歴史自身も含めて、マグニチュード 8.8 というのは、最大と言えると思います。地震計による機械観測、近代の観測を始めてからは 8.8 というのは明らかに最大の規模の地震といえます。余震の活動状況ですけれども、強い揺れを伴う余震が多数観測されています。しばらくはこのような余震活動が続くと考えられます。
引き続き余震活動に警戒してください。非常に活発な活動が続いていて、震度1以上ですと100回以上発生していますが、非常に活発な活動であるために地震の分離が難しくて、正確に震度1が何回ということをちょっと申し上げることができません。次の資料は津波の観測状況ですけれども、ちょっと残念ですけれども、一部の検潮所の観測ができない状況になっておりますので、右側に以上と書いております地点につきましては、途中で観測が途切れたために、これ以上の津波が到達しているというふうに考えられますけれども、現在は観測できていない状況です。相馬などでは7メートル以上ということで、非常に巨大な津波が到達していますので、引き続き厳重な警戒が必要でございます。マグニチュード 8.8 という規模から推定すると、断層の長さはおよそ400キロぐらいというふうに推定されます。余震がすごい起こってます。余震がすごい起こってます。現在これは仙台の生の映像だということです。設置されている固定カメラ、今東京台場も揺れています。見えます？水が揺れてます。速やかな振動が東京台場にも訪れています。ご覧いただいている映像は仙台の固定カメラの映像です。風によるものなのか、それとも揺れによるものなのかは、こちらからは判断できます。昨日の2時46分の地震以来すごい余震が多いです。寝てる間も地震があります。お水が完売してます。売ってないです。飲み物もほぼありません。飲み物もほぼありません。食料品もほぼ完売です。食料品もほぼ完売です。ビールも結構売れてます。食事類も結構なくなってます。お米は自分が返品した1件だけです。1件だけです。お米は自分が残った1件だけです。パンもありません。パンもありません。食料品もなくなってます。食料品もなくなってます。電池もないです。電池も売り切れてます。電池もなくなっちゃいました。売り切れてます。